願いします。はい、わかりました。ちょっと小さいんですけども、はい、これを使っていきますね。ん、桃太ですね。え、お金が出てきます。今何も持ってなかったのにこれを使いますねって言って、何のことだろうと思ったら、でこれがですね、アメリカの1ドルっていう、はいはい、あの大きなコインなんです。ちょっと触ってみます。え、なくなった。でもちろん1枚だけじゃなくて、空中にはもう1枚あるんですね。で、もう1枚出てくると、これ何それ、なんでどっから出て、だって手パーしてますよね。パーしてますね。でこれ今銀貨なんですけれども、はい、少しおまじないをかけるとカラフル。マジか。で緑色からいきます。なくなった。で青を振ると銀になって、赤も銀になりますね。裏を見て戻っていくわけですね。はい。で、よいしょ、ポケットに入れても出てくるんですね。いいですか、もうちょっと揉むとですね。おお、大きく結構良くなった。よかったらどうぞ。いや、重みのあるこれちょっと手のひらに隠しておくには絶対隠せないし、何があって高重さん半袖じゃないですか。長袖だったらなんか服の裾にここに入れてるのかなって思うけど、うん、マサさん、僕あのラジオでちょっと伝わりにくいと思うんですけど、今隣に座らせていただいて、ある意味ちょっと裏側から見えちゃう角度なんですけど、それでもわからないです。いや、ちょっとここはちょっと危険でしたね。遠いから見てわからない感じでしたよね。結構ね、っていうか肘から先が出てるんだもんね。そう。だってさっきの絶対手のひらに何もなかったのに、どう出したんだろうっていう、なんか魔法使いではないですよね。はい、手品ですね。ありがとうございます。